いや、これすごい。うわ。ケンジです。青森グルメ居酒屋シリーズ。先ほどチェックインして、でちょっとお腹空いたんで外うろうろ歩いてるんですけども、まあいろんな方で聞いて、いい店ないですかって。せんべろ店ないですかって言ったら、ちょっとね早すぎますよね。この辺はだいたい4時半ぐらいから開きますということで、お昼時なんで、まあ、ランチでいいとこないですかって言った時に、なんか お刺身をねちょいちょいこうつまんで、まあ、そこで丼して、まあ、食べて飲めるっていう店を、まあ、紹介していただいたので、まあ、そこを向かってます。いや、さっきね来た時めっちゃ猛吹雪だったんですけども、いや本当にカラッとね今晴れも、いやケンジ本当にねいつも晴れ男なんで、まあ各地ね雨降ってるとこ行ったら必ず晴れます。まあとりあえず向かいます。一気に晴れてきたんで、なんかいや嬉しいんですよ。でも、ね、やっぱ雪の地域ですから、やっぱ雪も見たいなっていう、なんか心のどこかにあります。お、ねぶた祭りやってますね。いや着きました。めっちゃいい感じじゃないですか。ていうか やってるんですかね。やってますかね。ちょっとこんな感じです。え、やってる、やってるような、やってないような、やってるのかな。2枚とか1枚とか1枚とか、あ、そうか、それなんか買うんだ。あ、すいません、これどういう風な感じなんですかね。はい、5枚と10枚のチケットがございます。はい、まずご飯でチケット1枚使います。はい、大盛りで2枚。はい、で乗っける具材によって枚数が決まります。はい、ウニだったら3枚とか、はい、エビだったら2枚とか。あ、なるほど。うん、味噌汁とかお惣菜もチケットで交換できますので。あ、わかりました。そしたらこれはい、あのアルコールとかビールとかはどう。こちら、あ、こっちか、こっち、はい、500円で。あ、500円ですか。ただ、はい、後で買いに行きます。そうですね、はい、それではご飯の交換から。はい、はい、普通盛りでいいですか。え、大盛りは2枚ですかね。うん、そうですね。あ、まだもう普通盛りで1番です。あ、1番、はい、すげえ1枚。あ、すいません、ご飯お願いします。あ、じゃあまず1枚。はい、あ、はい、 ありがとうございます。はい、さあ、おー、すごいありますね。エビですかね、エビ。はい、はい、こちらはチケット1枚になります。はい、はい、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おー、エビ、すげー。さあ、すぐがい、はい、あー、いくら、はい、いくら、すみません、1枚と2枚があります。はい、2枚で、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マグロ専門です。あ、どうぞ。はい、そしたらこの中落ち、そうですね、はい、はい、これとこれと一つずつ、はい、はい、はい、ありがとうございます。あ、この生サーモンもらえますか。はい、はい、ありがとうございます。牡蠣もらえますかね。はい、いや、やばいなぁ。あ、これちょっとこうやってきますね。はい、あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よっしゃ、ビールお願いします。一、はい、つでいいですか。そうです、はい、はい、500円になります。はい、おー、よっしゃ、来たな、来ました。と醤油をここにかけて、うん、ちょっとかけ、まあ、今全部かけちゃった。やっぱりここはまずの牡蠣でしょう。牡蠣先いただきます。ではいただきます。うわ、すげえ、これすごい大きい、この袋のところ。ではいただきます。
うまこれはちょっと、でもサーモン大きい、ちょっとつけていただきます。プチプチ弾けて、ちょっとそれがまったりとご飯と絡みつく。うん。てかご飯うまい。お、あら。うん。あ、すごい。これあのマグロですね。マグロのこの身が入ってます。このエビやばいじゃないですか。これをちょっと掴んで、これちょっと赤身のところとこう中トロのところがあります。中トロなんですけども、このあの食べた時にね、めっちゃ脂がブワッと出ます。いやマジでおすすめですよ。あの1300円で、まあ、こんな系で、まあ、ビールは500円いますけどね。あ、すいません、あのビール、はい。はい、一つね。はい。はい。あ、そうです。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ないじゃないですか。うん。うまー。いやーこの今ちょうどイクラとマグロ、この中落ちと赤身、このミックスした状態、究極の辛口スーパードライ。やっぱ男前ですよね。ちょっと見てません。泡いいですもんね。うん。いやこれねぶたですね。ねぶた福山雅治。ここ知ってるわ。あのテレビで何回も見ましたね。何回も朝のなんかこのワイドショー的なやつの合間に。最後のあら汁ですけども、あの思いのこ油乗ってますんで、飲んでてね、いや旨味っていうかね、油のこの串カツ的な要素は全くないんですけど、あの脂身それが加わってるんでね、重厚感がある。あのちょっと言い過ぎかもしれませんけども、やっぱりそんだけこの入れてるあらのところに油がしっかりと入ってるっていう。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。まあ、今回の会計は1300円とこの1000円ですから2300円で、まあ、このようなセットが食べれるということです。ぜひお勧めします。
今日はあの青森駅近くにある元祖のっけ丼、ここでいろいろのっけてビールを飲まさせていただきました。で、毎週火曜日が休みということですからご注意ください。青森来た際はここののっけ丼でもうそのチケットを買ってビールを飲んでたらふく食べて飲んでみてはいかがでしょうか。ケムチーでした。